4時43分発、快速奈良方面京都駅です。まもなく発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。発車します。ドアにご注意ください。JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は快速奈良方面京都駅です。新安屋、天王寺、旧宝寺、宝寺と宝寺から奈良までは各駅に停まります。次は新今宮、新今宮です。お出口は左側です。左側2番乗り場に着きます。大阪環状線、南海線、阪海線、地下鉄線はお乗り換えです。
まもなく天王寺です。お出口は左側16番乗り場に着きます。ドアから手を離してお待ちください。大阪環状線、阪和線、関西空港線、紀伊国線、近鉄線、関海線、地下鉄線がお乗り換えです。天王寺を出ますと、次は大和路線、久宝寺に停まります。この電車は快速奈良方面京都行きです。久宝寺で前を走ります普通王子行きに連絡いたします。JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は奈良から宮古市快速となります。快速奈良方面京都行きです。この先久宝寺、王子、法隆寺、大和小泉、郡山、奈良の順に停まります。電車は6両で運転しております。お手洗いは一番前の車、1号車にございます。次は、久宝寺です。大阪東線はお乗り換えです。普通電車、王子行きと連絡いたします。
とうございました。まもなく急ホーズです。お出口は左側、2番乗り場に着きます。大阪東線はお乗り換えです。乗り換えのご案内です。この先、八尾、関、柏原方面、各駅に停まります。普通、大津行き。着きました。同じホームの向かい側、1番乗り場から8時1分の発車です。大阪東線、花店方面、新大阪行き。7時59分、ホーム変わりまして、3番乗り場から発車いたします。少々お急ぎください。急報寺を出ますと、次は王子に停まります。ありがとうございます。奈良から宮古寺快速となります。快速奈良方面京都行きです。この先、王子、法隆寺、大和小泉、郡山、奈良の順に止まります。次は王子です。お出口は左側です。
乗車ありがとうございました。まもなく大津に、大津です。お出口は左側、一番乗り場に着きます。万葉まほろば線、和歌山線、近鉄線はお乗り換えです。乗り換えのご案内です。万葉まほろば線、高田から金橋、宇根美方面、奈良行き、8時33分。ホーム変わりまして、5番乗り場からお伝えいたします。5番乗り場へは、ホーム前方の階段をご利用ください。大津を出ますと、次は法隆寺に停まります。